皆様こんばんは。8月の2日午後7時6分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、コロナ関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の危機感を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日の配信をね行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV コロナ COVID-19 でございますね、にかかっておりまして、ただいま布団で寝っ転がって収録をしているところでございます。今日はね、ちょっとね緊急配信ということで、なんでこんなことしてるのと、ツイッターでね、は流しておったんでございますけれども、ほら、ツイッターをね、フォローしてらっしゃらない視聴者様もね、少なからずいるのかなと。で、ビットマン TV が配信をね、していないということで、もしかしたらこうね、心配をなさってくれている方がいるかもしれないので、ちょっと今日は、COVID-19 でございますね。コロナでございます。やっぱりコロナのね、最新情報と、あとは、チャート分析を通して皆様の、危機感をですね、本当に募らせていきたいなというふうに思っているビットマン TV でございますので、よろしくお願いいたします。ですから今日は、仮想通貨、横に置いときましょう。横に置いときましょう。めちゃくちゃね、今ね、もう体調がね、優れなさすぎて、やばいっす。やばいでございます。ちょっと待ってくださいね、皆さんね。充電をちょっと、どこにあるか。充電どこにあるかな、でも目の前にあったんですけどね。何も見えていないというビットマン TV、申し訳ございません。やっぱりここはね、皆様と、コロナ関連のね、情報をやっぱり共有していきたいなというふうに思っているビットマン TV でございますので、よろしくお願いいたしますよ。で、どういう時系列なのかというところなんでございますけれども、ビットマン TV、昨日ね、月曜日、昨日なんですけれども、仕事、その前に先に言っておきましょう。メンタルマネージャーもおそらくやられてるんです。メンタルマネージャーもね、おそらくね、コロナなんだと思います。ちょっとやばいと。ちょっと時系列的に説明をしていきましょう。どういったことなのか。昨日ね、仕事をしているときに、どうでしょう。お会いかけの時間だったかな、まだ中盤ぐらいか。の時に、めちゃくちゃね、夕方ぐらいですよ。めちゃくちゃね、体がね、重くなってきたんですよ。いきなり、体がもう重くてしょうがない。もう、いわゆる、倦怠感ってこれかみたいな。普段ね、ビットマン TV ね、皆様ご存知のように、とにかく、私自身はね、元気だと思っているんですよ。元気なね、アラフォーだと思っているわけでございますけども、そんな私がね、かなりだるくなってきて、で、昨日、メンタルマネージャーとそれこそね、仕事終わった後にサウナ行こうかいなと、で、私ね、何があってもサウナだけはね、行こうと決めたら、外さない人間なんですよ。ですけども、そんな私が、サウナに行くのすらだるいっていうね、めちゃくちゃ体に倦怠感があって、帰ってきてから、ツイッターでもね、流したわけでございます。ちょっとツイッター見ておきましょうか。ツイッターでもね、流したわけでございますけれども、ここですね、はい。ここでございます。二段目、今帰宅と。この体のだるさは、なんだ。ビットマン TV の体もお雪になられた感がと。で、昨日ね、熱く語ったから体がほてっている。もう配信がね、ちょっとね、できるような状況ではね、なかったので、本当にね、申し訳ございませんでした。で、引き続き今日もビットコインとか仮想通貨関連ではなくて、ちょっとね、状況だけは皆様にね、お伝えさせてくださいということで、お前でも変わらず元気に喋ってんじゃねえかと、めちゃくちゃね、私ね、今ね、心の底にある、いわゆる体の中にある全てのパワー、マジで寝っ転がって収録してますから、起き上がるのがだるいんですよ。本当にだるくて、熱がね、今先ほど測ったら 38.8 度ありました。で、ちょっとね、下がりました。 38.6 度になってました。あんま変わんねえじゃねえかと、そうなんでございますけども、 0.2 度下がったと、ね、いうことでございます。よろしくお願いいたします。で、簡易版のね、ちょっとコロナキットって調べたら、もう陽性がね、パリッとね、出た次第でございます。もうね、想像をするに、もうやっちまったと、マジでやっちまったというところがございまして、で、さらに言うとね、いろんな話がありますよ、皆様。もう私ね、コロナになってしまったんですけども、今私、自宅の中でね、一人じゃないですか。ね、わかりますよね。子供もいない、奥様もいない、別に離婚したわけじゃないんですよ。一人なわけですよ。で、メンタルマネージャーもね、一人なわけですよ。で、もうね、ようやくメンタルマネージャーの気持ちがね、わかり出してきた今日この頃ということでございます。よろしくお願いします。きついなと。だから、一人じゃないですか。もうね、ご飯とかも、買いに行く気力もないけれども、やっぱりこうね、買いに行って少しでも体の中にね、わかりますよね、物体を入れないとまずいよなこれとか思いながら、買いに行くわけでございますよ。で、弁当を食べても、わかります、40歳付近の男が一人でね、黙々と弁当を食べるというね、しかもコロナにかかってて、というね、もう寂しい状況になっているわけでございますけれども、メンタルマネージャーはね、常にそういう状況だから、私はもうね、メンタルマネージャーにはね、本当にいつもだったら
風邪になったとかね、メンタルマネージャーが風邪になったとか言ったら、ね、んなもん気合で直せやみたいなね、ことを私は言っているわけですよ。ですけれども、今後はね、もうものすごくね、優しくしてあげようと、思ったビットマン TV でございます。でね、もうね、泣けてくるんですよ、皆様、私は。何が泣けてくるかっていいですか？あれなんですよ。やっぱりこうね、ご飯を食べて、で、布団に入るじゃないですか。きついなぁとか思いながら。で、布団に入ってね。で、なんかね、こう、体中のね、力がね、マジでこう、なんて言うんですかね、こう、抜けるんですよ。抜ける。だからもう、ほんと脱力感っていうんですか、体の力が抜けて、もう何のやる気も起きない。もうね、立ち上がることもできないレベル。今本当に一生懸命喋ってますけれども、お前元気じゃないけど、ほんと思ってる方いると思うんですけど、マジで振り絞ってますから。で、そんな中でね、やっぱり体の気力が、まあ、ゼロでございますから、もうすべての力が緩んでるわけです。でね、それこそね、先ほどなんでございますけれども、まあまあ、ちょっとこうね、お食事中の方であれば申し訳ございません。おならがね、人間の生理現象、おならがね、ぶっと出たんですよ。もうその瞬間にね、私ね、泣けてきましたよ、本当に。私ね、その瞬間ね、マジで泣けてきましたよ。うん。わかりますかね？布団に寝っ転がって、もうすべての気力がゼロ。おならがぶっと出て、うん。何の反応も起こさない瞬間に、ちょっと笑けてきましたもんね。ちょっと泣きそうになりましたもん、私。何やってんだろう、ビットマン TV と思いながらね。そういう状況が、まあ今ね、起こっているわけでございますけども、本当にね、皆様にはね、本当にご迷惑をおかけして申し訳ございません。まあ、こういうね、配信をしているんだったら、ビットコインであるとか重要ニュースをパパパといけよと思うかもしれませんけども、頭がね、とにかくね、ちょっとこう回んないんですよ。感覚で言うならば、いいですか？インフルエンザあるでしょ？インフルエンザ、うん、もうあれ、もうインフルエンザみたいな感じ、もう体の節々が痛くて、やる気が起きなくて、熱がもう39度ぐらい、昨日のだから夜だったら39で40度近くまで上がりましたから、で、うなされてるんですよ、うなされて、ちょっと今日ね、熱が下がってきた、まあ薬局に行って、コロナにちょっと効くね、解熱剤があるということなので、それをゲットしてということでございますね。ですから、まあどうでしょう、まあ聞くとね、3日4日ぐらいである程度体調は良くなるというふうには聞いておりますで、そこから1週間、ある程度、全回復するようなことはね、聞いております。で、今私のね、最大の問題点があるんですよ。皆様わかります？最大の問題点。それは何かって言いますと、あれでございます。海外にね、行くわけでございますよ。で、その海外に行くときに陰性証明書っていうのがいるんですよ。うん、陰性証明書。で、私、熱が出だしたのが昨日の8月1日じゃないですか。で、聞くところによると、2週間ぐらい経てば陰性が出てくるみたいなことは聞いたんですよ。うん。ですからちょっと、そこがね、不安なところ。だから14とか15日あたりには、PCR 検査をして陰性証明をもらわないと、ちょっと予約した海外がね、全部行けないような状況になるということで、そこだけがね、ちょっと私の中でのかなりの問題点になっておるところでございます。よろしくお願いいたします。ですから、そこまでには何とかしてね、直していかないといけないと。だからどうでしょう。昨日月曜日なんで、金曜日、うん、金曜日ぐらいまでにはね、熱であるとか、どうでしょう、体調もある程度良くなってくれれば、まあ、陰性証明書がね、取れるような状況にはなるのかなと思うんですけども、取れなかったら、とにかく一人ぼっちの期間が続くということで、ここはね、よろしくお願いいたします。まあね、今もね、喋っているとね、本当に、うん。かかった方はね、どういった状況かっていうのは分かると思うんでございますけれども、やっぱりね、かかってない方は、そんな言うても倦怠感って思う方いるでしょ？めちゃくちゃだるいっすよ。うん。インフルエンザより体のだるさが一気に出てくる。で、体のだるさが出てきてから熱が出るまでめっちゃ早いっす。いきなりバーって熱が出てくるんで、だから体のだるさが本当に、今まで感じたことないだるさですよ。なんかね、仕事をした後の体のだるさとかじゃなくて、なんか、何にもやる気が起きなくなるだるさ、もう動きたくないなみたいな感じのだるさが出てくるので、そうなったらね、もうね、すぐね、家に、仕事とかね、やっている方がいるんであれば、すぐ家にね、帰ってね、ちょっとこう様子を見た方がいいかもしれないですよ。うん。で、調べた結果ね、やっぱりこう、どうでしょう、症状がバーッと出てくる前が一番感染力があるらしいので、だからその体のだるさが出ている時っていうのがおそらく、感染力が結構強いのかなというふうに思う次第でございます。でね、ここにも書いてあるんですけどね、アルコール消毒をね、これでもかってぐらいしまくってたんですよ。もう本当ね、もう手がべっちょべちょになるぐらいね、アルコール消毒してたんです、ビットマン TV で。私、顔にもね、アルコール消毒するんですよ。うん、手にバーべちゃべちゃってしてから、顔にもね、こうアルコール消毒バーってこう、わかります、洗顔みたいにバーってしてからみたいな感じだって、口から入ってくるっていう可能性が高いでしょ。ですから顔にね、そのコロナウイルスがついていたら嫌だから、顔もね、一緒に、アルコール消毒をするわけです。そこまでやっていてもかかるというね、このコロナ、やっぱりね、私はね、思ったんですよ。飛沫感染って言われてますけれども、いや、空気感染あるだろみたいな。私もメンタルマネージャーもそこに対してはね、めちゃくちゃね、注意をね、払っていたわけでございます。ですから、まあ、本当にさっきも言いましたように、体のだるさがね、出てきた方、まあ、アルコール消毒はね、しっかりしていただきたいなというふうに思うんですけれども、
体のだるさがね、出てきたら、本当にすぐね、家に帰宅した方がね、いいんじゃないか。もうすぐわかります。うん。すぐわかるレベルのだるさが出てきますから、そうなったらね、もう家で、まあ、仕事はまあ、いけないでしょうからね、家で療養するという流れになると思いますけれども、そこはね、注意をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。まあね、私もメンタルマネージャーも二人とも一緒にほぼ同時にかかってしまうというね、ハプニングでございまして、まあね、さっきも言ったように、メンタルマネージャーにはね、本当にね、心の底から優しくしようと思ったね、今日この頃でございますよ。うん。いつもだったらね、さっきも言ったようにね、気合で直せというふうにね、言っているわけですよ、ビットマン TV。うん。もう、コンビニで弁当買ってバリーと食ってね、気合で一人寂しいよって寂しくないって言いながらね、言っているわけです。寂しくないってね、言っているわけです。ですけどもね、私が実際一人になってこういう状況になると、寂しいんだけど、メンタルっていうね、電話をちょくちょくしてるんですよ。で、いつも、今日と昨日の、まあ、いわゆる日課みたいなものが、朝起きてメンタルマネージャーに電話をする。昼電話をする。夜電話をするというね、三部構成の電話になってます。これマジです。うん。なんでそんなに電話するの？寂しいからです。よろしくお願い。よろしくお願い。寂しいからメンタルマネージャーに電話して、今どんな状況？って聞きながらね、やっているわけでございます。でね、本当にあれですよ。あちら、木曜日にね、視聴者様とね、会う約束をしてたんでございますけれども、ちょっとこうね、この状況だとまずいということでね、まあ、来るのは中止にしましょうかみたいな形でね、連絡を送ったら、まあコロナはしょうがないですよ。でも本当そうですよね。移してしまったらもう元も子もない。もう多分今かなりやばい感染力を持っていると思いますので、そもそもね、皆様お気づきかと思いますけども、私しつこいんですよ。うん。ですから、私ビットマン TV って結構しつこいので、私が持っているね、コロナウイルスもね、多分ね、他の方が持っているコロナウイルスより、かなりしつこいと思いますので、ここはね、やっぱり危険かなということで、ちょっとこう中止にしましょうかということでね、連絡をさせていただきました。まあまたね、別に、私ビットマン TV 死ぬわけではないので、また機会があったらね、一緒にやっていきたいなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、今週末もね、そうなんですよ。だから木曜日も、視聴者様とね、会う予定で、土曜日かな？土曜日もね、筋肉マンと、あと、てっちゃんね、会う予定だったんですけども、ここもちょっとなかなか厳しいところがあるかなというふうにね、思っているところでございます。ですから、ちょっとここもね、まあ、計画としては流していくしかないかな、というふうに思っているところでございます。本当にね、残念な結果になってしまいました。まあ、なんとか早くね、直していきたいというふうに思っているところでございます。はーい、じゃあ行きましょう、行っちゃいましょう。本当に体調が悪すぎてね、申し訳ございません。もう仮想通貨、ビットコイン、今ね、もう言葉で言わさせてください。$22,700ぐらいだったかな。次の、下値目標が$21,800。まずそっちを見ておきましょうかね。ちょっとビットコインだけでも少なからず。ちょっとマジで寝転がってるので、恐ろしいぐらいやりにくいんですけども、申し訳ございませんね。ちょっと本当に起き上がれないぐらいでやばいっすよ、皆さん。だからね、ちょっとこれはね、異常事態がやっぱりね、起こっているなと。私、ビットマン TV もね、まさかかかるとはね、思わなかった次第でございます。今、ビットコインが$22,800付近ですけれども、ちょっとね、ごめんなさい。頭が本当にぼーっとしてね、なかなかね、難しいところ、ダブルトップをね、作っているような形になっておりますけれども、そこに行く途中で$21,800。うん。この一番下のね、赤いラインでございますけども、このラインっていうのが、もともとレジスタンスとして効いていた、ラインでございます。ですから、ここでね、止まらなければ、いわゆる下降フラッグ、うん、大きな流れの中では下落相場になっているんですけども、その中での上昇チャンネルですよね。まあ下降フラッグというやつです。下降フラッグというのは基本的には下に割れ込んで、相場の状況がまだ継続していくよというのが大きな流れですので、このまま下に落ちてくるんであれば、この下降フラッグね、いわゆる$21,800を割れ込んでしまうと、いいですか？$21,200。これを割れ込むとね、実体部分で結んだサポートライン、冷やしてみたらわかるかなと思います。こういった形です。ちょっとマジね、やばいですね。頭がめちゃくちゃ痛いっすわ。ここ、実体部分で結んだサポートライン。これが、$19,700あたりにいますから、ここで支えが入るかどうかでございますね。ですから、いいですか、もう一回言いますよ。今のこの状況だと、下を支えるものが特にね、何もないので、$21,800までの下落というのはね、ちょっとこう想定をしておくべきかなと。ただし、このラインでのね、反発狙いのロングインは一つありかなと。で、あともう一つが、ここ、$21,800と、下に落ちてきた時の、下降フラグ、いわゆるこの上昇チャンネルの、加担値、$21,200あたりですよね。ここでの反発狙いのロング積み上げっていうのはありかなと。ただし、下に割れ込んでしまったら、まあ、$21,000あたりを割れ込んでしまったら、$19,700あたりまで落ちてくる可能性が、これはちょっとこうね、大いにありますので、そこは、もしロングインをして入るんであれば、損切りをしていくべきかなというふうに思います。$21,000を割れ込んだらね、$19,700まで落ちてくる可能性が高くなりますので、そこは注意をしておいてください。やっぱりこのね、下降フラッグ、っていうのは意識がされているんじゃないかなということで、よろしくお願いいたします。なかなか抜けきらなかったですもんね。で、もう一個はね、ここ、この下降フラッグの上、をブレイクしていったらね、その流れの中でついていくっていうのはありかなと思います。その際は、いいですか？ですから、ドルで言うならば、ここですよ。$25,000を超えていったら、週足のね、
っとごめんなさいね。週足の200の EMA が 26,600 ドルあたりに待ち構えておりますので、そのあたりぐらいまでの上昇はね、一つ見込めていけるかなと。だから25,000ドルを超えたら、ショートスクイーズ、まあ、ショートカバーがね、起こって 26,600 ドルあたりぐらいまで一気にガッと駆け上がってくれるようなね、状況になるかもしれませんので、そこがもう一つのロングイン場所としてね、押さえておいてください。まあでもどうでしょう。さっきも言ったように、下降フラグはね、下に割れ込んでいくっていうのがオーソドックスな流れでございますので、この状況と一緒ですよ。ぐーっとね、落ちてきて、はい、上昇チャンネルっぽいものを作って押されてまた落ちてきて、また同じですよね。上昇チャンネル作っていても落ちてきてっていう、そういう流れが下降フラッグというものでございますので、下割れ注意。そこを見越すんであればね、2万5000ドルぐらいまで上がってきた時のショートインっていうのは一つありかなと思いますよ。逆に、ロングよりもショートインがいいかな。で、上に抜けていってから持ち替えて、ロングに持ち替えて2万6600を狙っていくみたいな感じでやっていってもいいかなというふうに思いますので、ここは一つね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。で、週足だったらね、MACD 線がね、ゴールデンクロスを起こしかけているので、これは様子がいいんですけれども、まあ、チャート的にどうなっていくのか。まあ、とにかく今は2万1800ドルめがけてね、落ちてくる可能性が、ありますので、ここは注意をしておきましょう。反発狙いでいくんであれば、一つ、ロングインのチャンス。あともう一箇所は2万1200ドル、積み上げをね、していくんであれば、そのラインが、チャンスネイチですよ、っていうのは、押さえておいてください。リグイポイントは、完全にここですね。2万5000ドル付近。この上昇チャンネルの上端値が、リグイポイントとして設定しておいてもいいかなというふうに思いますので、そこも合わせてね、押さえておいてください。はい。で、今日のビットコインのチャート分析は以上です。で、もう一つですね、ここ。はい、行きましょう。本日の、重要ニュースパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。やばいっすね。今喋りまくっていたら熱が多分ガンガンこれね、上がってますよ、皆様。これがコロナです。よろしくお願いします。今、カッコつけて言いました。よろしくお願いいたします。これがコロナ甘く見るんじゃないということですね。行きましょう。まずは、コロナの最新重要ニュースです。国内の発生状況。はい。新規、感染者数13万9687人ですね。現在の感染者数が180万人ぐらいいるということで、見てください、皆様。私が言いたいことわかりますかね？わかります？チャートをね、普段から見ている方であればわかると思うんですよ。何が言いたいのか。このオレンジの、このオレンジのね、チャートを見てみてください。完全に、ディセンディングトライアングル、否定ということで、これがね、いわゆるディセトラ否定の最高の形なんですよ。わかりますかね？オレンジのラインが、いいですか？ちょっとアップしてみましょう。はい、こういった形です。オレンジのね、このラインがありますでしょ？22年の2月からずーっと切り下がっていってるんです。6月の22日、2月22日を起点として、ずんずん下がっていっている。そして6月の22日を加担値としてね、ここから一気に収束に入るかと思いきや、ディセンディングトライアングル否定ということで、上ブレイクですね。上ブレイクからのアーテンハーをつけてきた。いわゆるビットマン TV 見てください。はい。8月1日、並びに7月31日あたりにアーテンハーをつけているんですけれども、ビットマン TV はね、いわゆるこのアーテンハーで高値掴みをしたということでね、認識をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。アーテンハー高値掴みでございます。私、ビットマン TV はそういう風な状況になっていた。まあね、綺麗なね、もう本当にディセンディングトライアングルを上にブレイクしていった後の、綺麗なね、安値切り上げでございますね。アーテンハーをつけていってから、もうダブルトップをつけてね、このダブルトップの 2番目の山あたりで、私ビットマン TV ほぼ掴んだんですよ。ですからね、これがね、ほんとね、やっぱりやってんなと、持ってんなというふうにね、思ってる次第でございます。よろしくお願いいたします。これがね、まあ言ってしまうと、ここをアーテンハーとして下落の方にね、向かっていってくれるんじゃないかというところで、期待をしていきたいところ。これがビットマン TV のね、思うコロナの最新情報ということで、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。こういったところでも、いわゆるチャート分析聞くんだというところですね。まあ、これね、見方によっちゃね。まあ、ディセンディングトライアングルって言いましたけれども、言うちょっと下降ウェッジ気味にも見えますよね。言っちゃうとね。安値切り下げ、高値切り下げの下降ウェッジに見える。まあ、下降ウェッジも上にブレイクしていったら、これぐらいの力強さが本当にあるんですよ。うん。だから、このね、コロナの、このオレンジのチャートって、本当の理想形です。理想形。うん。ディセンディングトライアングル上ブレイクからのアーテンハーつけてくって、これは理想形でございますのでね。皆様いいですか？しっかりとね、目にね、焼き付けておいてください。よろしくお願いで、よろしくお願いいたします。今日はね、やっぱりこれをね、もう皆様ね、お伝えしたかった。というところでね、本当に本当に、今日は、ビットコインのチャートと、あとはコロナ関連のね、最新重要ニュースというところで、よろしくお願いいたします。ちょっとね、まあ、冗談が過ぎているような感じにもなっておりますけれども、ちょっとこうね、ビットマン TV の活動限界が、そろそろ来ておりますので、ちょっとこう、今日のね、配信はこれにて以上とさせていただきます。申し訳ございません。本当にね、ビットコインのね、仮想通貨のね、重要ニュースをちょっと見る気力もないというところで、申し訳ね、ないなというふうに思っているんですけれども、ちょっと明日、明後日もね、どうなるかわかりませんので、体調が良くなってきてからね、ちょっと収録を開始していきたいなというふうにね、ちょっとこう思っている
ているところでございますので、合間合間でちょっと1時間とかね、1時間半とかある程度体力が、出てくる時があるので、その時を見計らってね、収録ができるんであればやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。本当に申し訳ございません。またまたね、皆様、次、の配信明日できるんであればします。ただし、ごめんなさい、寝っ転がってね、間違いなく寝っ転がってしますので、ごめんなさいね、めちゃくちゃね、体調が本当に悪くてね、本当にコロナね、まだね、かかっていない方いると思いますけれども、間違いなくね、注意をね、しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の配信は以上となります。皆様ね、ビットコイン、まあ仮想通貨業界がね、あまりよろしくないというところでございますけれども、まあ、相場はね、続いていくということで、無理なね、取引はせずに、ある程度、反発ポイントとなる、場所、ビットコインだけですけれども、言いましたので、21,800 と21,200、ここを、ある程度、ロングの基準としてね、話を進めていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日の配信以上となります。またまた皆様、次回の配信でお会いしましょう。では。